長義県小名川町の山直施設で展示販売されている荒巻酒荒巻、または荒巻酒は内臓を除いた酒を塩漬けにしたもの。荒巻とも書く。もともと荒巻は塩漬けの魚を藁や竹の皮などで包み、貯蔵、保存ができるようになったものを指し、室町時代以前は使用する魚も酒に限定されていなかった。10世紀頃の辞書。 和名類受賞では、宝書の訓読みとして、荒巻が当てられている。12世紀頃の辞書、イロハーザ類章では、宝書と共に、荒巻が現れ、これは、宝書の俗用とされた。荒巻の語源は、荒縄で巻いたから、荒く巻いたから、藁で巻いたことから、荒巻となりそれが転化した、を荒く巻いた、荒巻に由来する、など諸説ある。 荒巻鮭の材料となるのは白鮭が多く、その他紅鮭、マスのスケ、マスなども用いられる。沖で取られたものは銀色をしており、特に高線内で製造されたものが最も美味である。産卵を控え、沿岸の低地網にかかったものは混飲食を停止、川を遡上してきたものは混飲食が、さらに強くなり、味も次第に劣ってくる。 荒巻鮭の製法の一例を以下に示す。下処理から、エラ、内臓を除去し、体表、体内を洗浄する。背塩から塩をすり込む。使う塩の量は、鮭の重さの15%ほど。尾から頭に向かってすり込み、鱗の間にも塩を入れる。体内、目のへこみにも塩を詰める。漬け込み、背塩した鮭をまっすぐにして容器に入れ、冷暗所で2から3日。 さらに重しを乗せて2から4日置く。塩抜きから真水に浸して塩を抜き、体表を洗浄する。乾燥からエラ、穴から口に紐を通し、吊るして乾燥させる。途中、重しを乗せて、体内の水分を気につかさせながら、乾燥を行う。生産地は、高専や北海道が多く、生産量は、年間6万トン弱である。高橋祐一。 酒1878年頃近現代の日本では、荒巻酒は主に聖母や正月の贈答品となっているが、そのような風習は江戸時代後期から一般化した。荒巻の字が当てられるようになったのは、本来の意味が忘れられ、新しく収穫された酒、新物の酒と解釈されるようになった、明治以降と考えられている。 塩漬けにすることにより、余分な水分が抜け、旨味が増す等の効果がある。近年では、昔ながらの塩分の高い製品より、塩分を控えめにした甘塩のものが多く出回っている。白酒で作ると価格が高くなるが、カラフトマスの廉価品も流通している。荒巻きを使った料理としてはお茶漬け、また塩抜きをしてちゃんちゃん焼き、石狩鍋などがある。ありがとうございます。